最後こういう風に、第3点取れて、スタジアムグラウンド一体になれたことが良かったです。先制点の場面、三上選手へのクロス、これぞ砂川選手という優しいクロスでした。どんな気持ちでした？いや、順平からいい崩しのパスが来て、聖也がニア引っ張ってくれて、で三上が相手が見えたんで、石さんの教えの通りです。そして見事なフリーキックでのゴール、札幌サポーターを目の前にしてのポジション、どんな思いで来ました？そうです、本当札幌に来て、1シーズンの中で点取ってる、取らなかったシーズンがなかったので、どうにかもこの試合で点取って、いい思いをしたいなと思ってたので、後ろには素晴らしいサポーターが、待ってくれたので、リラックスして蹴れました。今もお話にもありましたが、ここまで札幌8年間でリーグ戦点を取らなかったシーズンはありません。今シーズンも最終戦で見事に点を取りました。そのあたりはいかがです？持ってますか？そして今日は試合前、そして試合中も札幌のゴール裏からは8の一文字が浮かび上がりました。しっかりと見えてましたね。そうです、若干試合前に泣きそうになったんですけど、こらえました。しっかり力になってましたよね。そうですね、1試合前のドームの試合は足つったんですけど、今日はなんとかみんなの声援でもつくことができました。今日の試合はいろいろな思いがあったと思います。その中で1ゴール1アシスト、ここまで8年間一緒に戦ってきた札幌サポーターの皆さんに最後に一言メッセージをお願いします。そうですね、本当8年間ありがとうございました。いい時も悪い時も素晴らしい応援をして僕らの、背中を押してくれて本当に感謝しています。サポーターの方と本当追い続けた8年間、この夢は僕の宝物です。皆さんありがとうございました。